2017年9月26日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1906話、偶然。私の体験談です。かなり長文で読みづらいかと思いますが、興味のない人は、スルーでお願いします。偶然。最初の事件は俺が中学卒業を控えた3月に起こった。今でも昨日のことのように書く。得てる。3月4日、俺は、友人と卒業旅行の計画を立てた。この時のメンバーは俺、を含め5人、ここでは友人 A、B、C、D にしとく。みんないつも一緒に遊んでて、とても仲が良かった。と言いたいが、A と C はそれほ、どでもって感じだった。というのも A が中3の1学期、引っ越してきたその初日に C と特見合わいの喧嘩をしたからだ。理由はしょうもないことなのだが、A を田舎者と C が馬鹿にしたかららしい。A と C の間にはだかまりはあったが、みんな、仲が良かった。話を戻そう。旅行計画を立てた俺らだが、金がないことに気づく。そこで A の提案で卒業キャンプはどうか?ということになった。いかかいは、俺、キャンプ伝って寒くね?どこに行くよ?知らん。笑い。山でいいやん。参考校ぜ。山楽しそうやん。BBQ しようや。俺、明日、誕生日やしケーキ頼むよ。俺もちょうどその2ヶ月後。D、C は何も関係ないやん。笑い。B、つか金かかるけんケーキはいや。笑い、という感じで金網、寝袋、食料、タバコを持って山の頂上でキャンプに決まった。続く、偶然。翌日、昼の3時から登り始めたのだが、荷物の多さと疲れから10分おきに一服、休憩をとってたら、頂上に着く頃には辺りは真っ暗になっていた。とりあえず、山頂にある小屋で一服しながら、飯準備班をじゃんけんで決める。俺と A と C は飯準備、B と D はフリータイムだ。俺らが火を起こす間 B と D は暇だったらしく、街を一望できる絶好のスポットを探しに行った。まあ火を起こしながら俺、A、C はたわいもない話をしていた。その時、俺は、何?軒なしに A と C が喧嘩した時のことを聞いてみた。A、昔の話やん。笑え、C、つかな俺ら実は幼稚園一緒でようなじみやったんよ。笑え。俺、何やそれ。なんでいきなり喧嘩したんよお前ら。笑え、そら田舎者って言われたら、お前もやんけって思うっしょ。笑え、C、ごめんって。笑え。そんな会話をしてたら、向こうの方で声がしてきた。B と D、おいすげえ綺麗なスポット発見。こっち来てみ。俺らは立ち上がり彼らの方へ向かって行こうとした。その時、小さなボロボロの神社と鳥居を見つけた。暗かったため気づかなかったのだろう。少し気味が悪か。怖かったのだが、ビビリと思われたくもなかったので俺は、スルーした。そんなこんなで。飯の準備もでき、みんな集まり食事をした。その後とりあえず、夜景見ながら青春の一服。時間もちょうどいい感じに12時を回ってた。暇になった俺らは、寒いのもあってしょう、屋に戻ることに。小屋といってもともしびもないちょっと広いバス停小屋に。大な感じ、話すネタもつきかけた頃、D が怖い話をしようと言い出した。正直、ふざけん。な。怖いのやだ。ってな感じだが、好奇心もあって D から順に一人ずつ、話をすることになった。今思えばここからがおかしいことの始まりだった。続く。偶然。D、俺、C、B が話を得たが正直どれも似た話でみなげらげら笑ってた。そして最後 A の番になった D。さあラストはすごいの期待しとるけん。笑え、A。俺早く、A。いやや。B。何よそれ?
話せや、ええ、ん止めよう。D 派？なんでもいいから。ええ、D、もういいわ。沈黙が流れた。突然 A が、わかった、言う。その代わり人に絶対言うなよ。絶対やけな。A は話し始めた。これは A の叔父に起こった話らしい。A が以前に住んでいたところの話。A が以前住んでいたところは、仮に、T 区、山を挟んで発展した地区が俺らの住む。仮、Y 区だ。T 区は山の反対側ということでかなりの田舎。Y 区から T 区に行くには峠を越える必要があり、その近くには霊園池があった。その霊園池は何度かテレビも来るほど、巷では有名な心霊スポットだ。その霊園池の見える峠道のふもとの地区に A は住んおり、彼のおじやおばといった親族もその地区に住んでいたが、A は両親の離婚をきっかけに俺らの住む Y 区へ父と二人引っ越してきた。話はここから。偶然。ある晩、AA におじから遊びに行くという電話があった。2時間後、AA におじが到着したのだが、明らかに様子が変だ。顔は蒼白、息を、切らしながら目が泳いでいたという。変に思った A 父がどうしたのかおじに聞いてみた。おじ、やばい、どうしよう、え。何よ？なんで、A 父、わけがわからんこと言うな。落ち着いて話さんか。おじ、おあに、変なもん見てもうたわ。おあにと昔、見たやつ、その瞬間 A 父の顔つきが変わり、言うな。おい、お全部屋に戻っとけ。A はそう言われ、部屋に戻ろうとしたが、話を盗み聞きしたらしい。A 父、お前 A 父から話せ。おじ、俺も昔のことで忘れちょったけど、こっち来る途中見てしまった。T 区からは行くへ来る途中の峠道。車を走らせトンネルに差し掛かった頃、信号待ちで、ふと運転席側の窓を見たらしい。窓の外には真っ暗で静まり返った霊園池が見える。道路から10メートルほどの崖下。何か見える。池のほとりにある小さな井戸のところ。何かいる。おじは窓を開け目を凝らしてみたらしい。そこには髪の長い女らしき何かが井戸から水を汲み上げては頭から水をかぶっている時折り。キャッラップアー。などと言いながら笑い声を上げている。父がいのように水をかぶっては笑うの繰り返し。おじが怖くなって車を走らせようとしたとき、突然そいつが、見つけた、おじの方を向き笑いながら何か叫び出した。偶然、そいつの顔は何か何とも言えない。目と鼻や口の位置がぐちゃぐちゃ。アンドお前、アンドラー、アンドバツバツ、何と言ってるか聞き取れない。ただ、たん、じバツバツび、バツ前。という言葉だけかろうじてわかったらしい。おじは怖くなり急いで車を走らせ AA に来た。おじ、ただの気違いかと思ったけど、あのこと思い出した途端怖なってな。え、父、ただの気違いやろ。笑い、気のせいや。おじ、そうやろか。この時はただの気違いなやつで話を終わらせたらしい。それから2週間後の12月3日午後8時ごろ AA に1本の電話がかかってきた。偶然、病院から、おじが担ぎ込まれたとの電話だった。A と父はすぐに病院へ行った。A と父は少し待たされおじのいる病室へ通された。医者によると原因不明の病気とかではないらしく、ただ、神経衰弱、一種の精神、病かもしれないとのこと。病室に残された A 父。A 父、お前、前、こいつが来たとき、俺らの話聞いとった野郎が、A 父、何も関係ない。いいか、もう忘れろ。A、少し気まずい空気が流れた。すると突然、ガバッとおじが起き上がりベッドの上に立ち上がり出した。A 父、おう、まるまる調子どうや。おじは何も答えずベッドの上に立ち二人を見下ろす。この時 A は病室にいるおじの顔を初めて見たのだが、誰だこいつと思ったらしい。それは A が知るおじの顔じゃなく、
何か孔明や鼻が変形しぐちゃぐちゃの顔だ。が偶然、瞬間。キャッキャッキャ。おじが笑い出した。ええ、おじ、キャッキャお前、許さん、キャッキャッキャ。除罰日。ええお刺しおじは言った。おじ、お前か。アンドラッキャ。わお前。次は A から H 地と順に指を指していった。そしてなぜか誰もいない H 地の隣を指した瞬間。うんうん。わかっとる。おじはそう言うとにっこり笑い、また布団の中に戻り横になった。この一連の行為は30分間隔で起きたらしい。A が怖くなって震えていると H 地は、今のこと誰にも言うなよ。とここで A による怖い話は終わった。偶然。会話、こんなかな俺の怖い話は、あ、絶対ここにおるもんだけの秘密やけん。笑い、俺、ふざけんな。やばすぎる野郎が。B? つか、昔のやつって誰なん?気になるし。知らんでいいよ。笑い、B? 怖えけん話せや。無理やな、お前らには関係ないもん。D? つかお前よく、そんな話すんなや。気象意見止めれ。はぁ、何が?笑い。俺、いや、気持ち悪いって。B? それって霊園池に関係しとん。するとそれまで無口だった C が小さな声で喋り出した。C? 止めて。俺らは好奇心から A を問い詰めてでも事の真相を知りたがったが、それ以上は分。かなかった。はっきり言って全員、むちゃくちゃビビってたからだ。夜の山というシチュエーション何か怖かった。幽霊がどうとかって話じゃない。何か嫌だった偶然。静まり返った暗い小屋。俺は、空気を変えようと、とりあえずタバコに火をつけた。その火の明かりで一瞬、正面に座る A の顔が見えた。A は小屋の外に何かを見つけたようなハッとした顔をしていた。俺、おいええ、もう怖がらせんでいて。止めろ。外、見てビビらせようとすんな。別に何も見えてねえし。笑い、見えてないってなんだよ。もう誰も喋らない。喋れない。時刻は午前2時を回る。俺は、A の話が恐ろすぎてずっと引きずっていた。ただでさえ小心者なのに話がリアルすぎて怖かった。小屋にはもういたくなかった。外にも出たくなかった。もう帰りたい。俺は、変なもん見ないようにと目を閉じて考えないようにしてた。俺は、いつの間にか眠っていた。偶然。キ。バキ。バキバキ。変な音が聞こえる。怖くて敏感になっていた俺は、すぐに目が覚めた。バキ、外から聞こえる。木の枝が折れてるような音。背筋がゾクッとした俺は、横に指を起こした。俺、おいちゃ、起きれ。B、何よ、もう。俺、おい、外からバキバキ聞こえるて。起きろ。B、もう、ビビりすぎ。B、何も聞こえねや。ん。バキ、B、おい、今何の音?B、ちょいやばいて。今の何の音よ?俺、わからんけど、気が折れる音じゃね?偶然、二人のやりとりに D も目が覚めていた。D? ちょい待て。お前ら今日んな。黙れ、バキバキ、確かに音が聞こえる。静まり返った山では、響くように。俺の膝がガクガク。とりあえず一服して気を落ち着かせる。その時、あることに気づいてしまったが、あえて言わなかった。何か怖くなったからだ。B? やばい。逃げるぞ。D? 速攻。逃げよ。B? A と C 起こして。D? え?あ? B 派?おらんやん。どこ行った?そう A と C がいないことに気づいたんだ。俺?あいつらの仕業? D? なんで?何のためよ。とりあえず俺らは外へ出て絶景スポットがある広い原っぱまで突っ走って逃げた。俺、とりあえず、A と C どうするん? D? 待っとこう。
俺らは一服しながら待った偶然。20分後、向こうから誰か来た、Cだ。俺、どこ行ってたん、Cうん、小便。Cー、小屋に戻ったら誰もおらんかったから、探したわ。B、美味しい。A は？Cー、一緒に小便してたよ。D、スカバキバキ聞こえたやろ？Cいや聞いてない。B、どんだけよお前。D は？CB、いや、A は？で？Cん、D は？A じゃボケ。ふざけんな。C、知らん。B、あ、意味わからんて、どこや A は？ D、お前 A と小便しよったんやろうが。C、D、お前 A と小便しよったて言ったろうが。C、言ってない。B、え、うざいよ、おめえ言ったろう？ C、あ、あ、ええー、ね、あいつは先に小屋に戻るって言ってたよ。様子が変、なんだ C の意味不明な発言は？ともかく俺らは二人ずつに分かれて A を探す羽目になった。時刻は午前4時を回る。俺、あのガキ、マジイライラするわ。どこおるんや。気味悪いのに。C、俺、つかお前、何か知っとんかよ。C、知らんて。俺、何？お前、喧嘩売りっとん？偶然。C、俺、あ、わかった。ドッキリやろ？もう。うぜえ。ビビらせようとしとんやろ。C、ごめん。C、あのさ、実はさ、俺さえと証言してないんよね。俺は？どういうこと？ちょ止めてや。怖いし。切れるよ。C、ごめん、全部話すわ。C は話し出した。実は小屋の中でみんな眠ってた時、A が小屋の外に出ていくのを見たらしい。C は気になって A の後をついていった。A はボロボロの鳥居をくぐり、神社の前ですぐに止まった。すると神社前で A は何か、誰かに話しかけるように手を合わせて喋っていたらしい。ニヤニヤと笑いながら、次に A は神社の横にある木の枝を折り出した。手頃な棒を探すように、折っては捨て折っては捨て。ちょうどいい長さの棒切れになったのだろうか。A は折るのを止め、次にポケットから数枚の紙切れを出し、棒に点付けていった。偶然、次の瞬間、A が振り向き、C に向かって走ってきた。C は怖くて動けなかったらしい。A、おい、おい、おい、見た？笑え。C、A、お前俺が今日なんであの話したかわかる？笑え。C、何が？ A、お前知っとろう？ C、知らん。A、お前わかっとろう？ C、C、知らんて。A、まあいいわ。言うなよ。笑え。A、あ、みんなに俺のことごまかしとけよ。そうすりゃお前は見逃しちゃるけ。C、俺は？ A、そう、笑え。そう言うと A は山を降りていったらしい。それを聞いて俺は、ゾクッとした。てか A は普段そんなこと言うやつじゃないし、そもそも、知ってる？って何をだよ。C に聞いてもわからないの一点張り。C は嘘ついてるんだろうか？でも、なぜ？偶然。ともかく B、D と合流し俺は、このことを B と D にも話した。はっきり言ってバカバカしい話だ。でも A はどこにもいない。もう泣きたかった。もちろん C を問い詰めたが、嘘をついてるようにも見えない。確かに A の荷物もなかった。明け方、とりあえず俺らは下山しその足で A の家へ向かった。俺、B、D はキレ気味。C は若干震えていた。A に着いたが誰も出ない。事故中のローは寝てんだろうと、キレ気味なまま俺らは家に帰った。翌日、午前10時頃。俺んちの電話が鳴った。B からだ。B、ねえどうしよう。俺、何が？ B、いや A のこと。俺、ああ、ごでえんとこ行こうや。B、いや違うんよ。お前に A 警察から電話あった？俺、なんで警察なん？何なんよ？意味不明やん。B、A のことで。俺、
だけん映画どしたんかちゃ。何よ？はよえや。偶然。B、映画死んだ。昨日、自宅で首吊ってたって、そう聞かされた。俺は、吐き気がした。てかなんで映画死ぬ？意味がわからなかった。嘘か？いや、嘘をつく必要がない。俺の頭は混乱していた。その後、俺の家にも警察から電話があり、俺らは事情聴取を受けたが、遺書も発見されたため自殺ということになった。警察、一応遺書も見つかって自殺ってことなんだが、原因とか知らんか、俺。原因って？そんなんわからんです僕にも。警察、A 君に何か変わったこととかなかった？俺。わからんです、俺。あ、遺書。遺書には何て書いてたんですか？警察、遺書ね、そばに木の棒が落ちてて髪が全部けてあったんだよな。俺。棒？警察、そう、おかしいんよな。その棒に遺書らしき札のような紙切れが全部けられてた。俺。で、紙にはなんて？警察、こういうのは言えないんだよ。そんなやりとりを終え、俺は家に帰された。偶然。そして俺は遺書のことを後で知ることになった。これは D から聞いたので本当かどうかはわからないが、その紙には C の名前がぎっしりと書かれ、最後のよう、くじゅ、みなごめん。で締めくくられており、また、A の顔は変形しぐちゃぐちゃに歪んでいたらしい。C の名前だけ？違和感を持った俺らは C が何か知っているに違いないと C を問い詰め、話を聞いた。そして、俺たちは A と C だけが知る秘密を知ることに。 A は両親の離婚で引っ越してきたと俺らは聞かされていたが、実は違っていた。A の母は亡くなっていたらしく、理由はよくわからないが、霊園池のほとりにある桜の木で首を吊っていたとか、その第一発見者が A と C だった。A と C は幼馴染みで仲が良く、たまたま釣りに行った霊園池で見てしまった。発狂した A の母親が首を吊る一連の行為を、C はあまりに突然のことで傍観するだけで、隣にいた A は発狂したかのように突然笑い出し叫び出したという。それから数日後、A は学校に来なくなり、C もトラウマになっていたらしく、C は胸に抱える不安を取り除くようになぜかもう一度、一人でその霊園池に行った。その時見た光景、 A が一人、気に話しかけ狂ったように叫び出し笑っていたという。その光景が目に焼き付いた C は軽い精神病にかかり、引きこもりになったが、C の両親がその出来事を察知してか、C は俺らの地区に引っ越してきたらしい。偶然、そんな話を聞いた俺らは、本当に後悔した。俺は、A が大好きだった。すごくいいやつで、陽気者だった。そんな A のことを一つも分かっていなかったばかりか、助けてもやれなかったからだ。そんな事件があった数ヶ月後、俺らは中学を卒業し、俺と B は隣町の高校へ、 D はワイクの高校へ通っていた。偶然、C は、もういない。同年5月6日、自宅のマンションから飛び降りた。原因はわからない。偶然終わり、意味わからないですよね。俺もわからないです。A がなぜ、怖い話であの話を地出したのかもわからないです。すべて実話です。これは決して幽霊がどうたらって話じゃないんです。そんなじゃないんです。すべて偶然、たまたま起こったことです。偶然です。A も A のおじも C も。偶然です。彼らの命日が誕生日であることも。ネットで見つけた怖い話。第1907話、マリ。10年ほど前の大晦日、ゆく年くる年、ラジオを聞きながら横になっていたら急に金縛りが来た。庄司貞子が喋ってるのもちゃんと聞こえる。なのに体が全く動かず、急に怖くなった。俺は、その時急の字に寝ていて何が起こるかビクビクしていたら、首筋にマリカボールのようなものを当てられてる感覚が来た。
そしてそのマリは首筋から背中を伝って転がってる感じかして尻あたりに来たところで俺の両手でそのマリを掴めた瞬間金縛りが解けた。その何週間のうちに、横になって寝ようとしてたら急に尿意が来た。しかしどういうわけだか眠気が強く、心の中ではこのまま寝たら漏らしてしまう。と思った瞬間急に肩を叩かれて飛び起きた。そのおかげでトイレに行けた。その日は家族は出払っていて俺は、一人だったのに、怖くもなくてごめん。確信という確信はないんですがね。なぜか自分の中では、同じ霊の仕業のように思えて、肩を叩かれてと書きましたが正確にはちょんちょんとつつかれた感じといった方が正確です。感触が成人男性というより子供みたいなのにつつかれた感じでした。電池が入ってない時計が動いたりといろいろあります。ネットで見つけた怖い話。第1908話、タイでの出来事。タイでの出来事。多分9分の1、妻の実家があるタイの東北部、イサーン地方。ここはのどかな田園風景がどこまでも続く平和な地方都市で、よく言えばのんびりとくつろげる田舎町、悪く言えば田んぼと畑しかない退屈な農村でもある、そんな田舎町で今から約20数年前に一つの忌まわしい事件が発生した。乳幼児を連れた若い夫婦が農作業のために畑へ行き、近くの木に吊るしたハンモックに子供を寝かしつけておいたのだが、しばらくして様子を見に行くと、そこで寝ているはずの子供が忽然と姿を消していたのだ。慌てて付近を探し回ったものの、乳幼児が一人で移動できると思われる範囲内では、見つけることができなかった。ふと嫌な予感がして畑に隣接する深い森の入り口まで走っていき、その森を少し入った薄暗い茂みの中まで探しに行くと、かつて見たこともないほどの巨大な蛇が横たわっていて、その蛇のお腹が不自然なほど膨らんでいることに気がついたのだ。タイでの出来事。多分9分の2、私は、妻と妻の両親からふとしたことでこの話を聞かされたとき、そう遠くない過去に、それだけの大事件が発生し、蛇に飲み込まれた子供の両親の心痛はいかほどのものかと、想像して気がめいったものだ。その森も今では開拓が進み、かつて事件の発生した場所は、ほとんどが畑や田んぼに様変わりしている。妻の実家からは、ほんの数キロ先での出来事だったのだが、今ではそれを連想させるものは何も残っていない。ところで、私と妻は毎年ゴールデンウィーク前後を妻の実家で、過ごすことが恒例になっている。今年も例年通り、この田舎町で過ごすことになったのだが、冒頭で述べたように、日本で生まれ育った私にとって、この村はあまりに何もなく、2から3日滞在するには良いものの、それ以降は退屈してしまうのだ。タイでの出来事。多分9分の3、そこで10年以上前に実家が購入したオンボロにストロークのバイクを、バイク修理の店で修理してもらい、付近の村々を散策することにした。実家から3キロほど離れた場所には、今いる村と同じような集落があり、そこから未舗装の農道を進んでいくと、ちょっとした山道につながっている。海抜はわからないものの、周囲の土地よりも150から200メートル程度。盛り上がった山があり、Google EARTH で検索すると山の奥深いところまで道が続いているようだ。事前に記憶に刻みつけたその道を、実際にバイクで進んでいくと、未舗装の道が徐々に細くなり、やがて獣道のような荒れた道に変貌していった。7分丈のズボンを履いていたので、くるぶしからすねのあたりに擦れる雑草が不快感を助長する。それでも突き進んでいくと、ふと開けた場所にたどり着いた。かつて川でもあったのだろうかというような丸みを帯びた大きな岩が、ゴロゴロと無造作に転がっている奇妙な光景が目に飛び込んでくる。タイでの出来事。多分9分の4、その先は再び草木がうっそうと茂る薄暗い森になっていて、勾配もこれまでよりきつくなり、
本格的な山道になりそうだ。古いオンロードのニストバイクでは進んでいくのが困難に思えた。バイクを一旦止め、しばらくその先の道を凝視する。その後、気力を奮い立たせて突き進むことに決め、再びクラッチを握り、ギアをローに入れた瞬間、何か違和感を感じて体が硬直した。ふと視線を前に戻す。しかし別段変わった様子もない。そのまま視線を周囲に巡らし、今来た道にも注意を向けてみる。だがやはり特に変わったことはなさそうだ。だが、どうしてもその先に行きたくないのだ。そこでギアをニュートラルに戻してから、もう一度その場に佇んだ。間違いない。やはりこの先にはどうしても行きたくない。そして2ストロークバイクに特有の不安定なエンジン音が、突然止まるのではないかという恐怖に似た感覚に襲われた。タイでの出来事。多分9分の後、バイクに乗っている時に、この先には行きたくない、と感じたことが、過去にも一度あった。それは学生時代、千葉県の、とあるダム、に、深夜2時頃ドライブに出かけた時のことだ。以前このオカルト板でも書いたことがあるのだが、その時にもし進んでいたら、首吊り自殺の第一発見者になるところだったことが、後日分かったというものであった。今回もその時に感じたのと同様の凄まじい拒否反応が生じて、昼過ぎの強い日差しが照りつける猛暑にもかかわらず、背筋に冷たいものを感じたのである。例えるならば、スレに貼り付けられた URL を何気なくクリックし、予想外にグロ画像と分かって慌てて閉じようとする時のような、稲妻が体を突き抜ける感覚に近い忌まわしい感覚なのだ。そのまま行くべきか戻るべきか逡巡していると、今来た道の方からバイクの音が近づいてくる。タイでの出来事。多分9分の6、なんとなくほっとして、バイクの姿が見えるまでその場に止まり、相手が現れるのを待ってみた。そのバイクが私のいる開けた場所に入ってくると、私の方からすかさず声をかけ、挨拶を交わす。どうやら中年くらいの男性が運転し、その後ろに妻と思われる女性が乗っているようだ。私が声をかけると、ちょっと驚いたような顔をしてから、夫婦揃って満面に笑みを浮かべて挨拶を返してくる。長袖に長ズボン、ヘルメットの代わりに麦わら帽子をかぶり、バイクには釜のようなものや、カゴのようなものも取り付けてある。後で知ったのだが、どうやら山に自生している山菜やキノコ、この実などを取りに時々入っていく人がいるらしい。彼らもそうした人たちなのだろう。そのような場所に、よそ者の私がバイクでずかずか入っていくのも、気が引けるということもあり、バイクをその場で反転させると、元来た道を早々に引き返すことにした。タイでの出来事。多分9分の7。翌日の早朝、家の庭先に集まった複数の人の大声で目が覚めた。早口でが成り立てるような話し方から察するに、どうやら何かもめ事らしい。迷惑に感じながらのろのろと部屋を出て、妻に何があったのかを尋ねると、昨日隣町で不幸な事件が起こったというのだ。その話を聞いているうちに、私の目は、はっきりと覚めていき、代わりに恐怖で身がすくんでいくのを感じた。昨日私が進むのをためらった、ちょっとした広場で出会ったあの夫婦。あの先の森の中へ山菜取りに入っていき、それぞれが思い思いに山菜を取り始めたのだが、妻が奇妙な声で小さく叫んだのを聞きつけた旦那が不審に思い、手を止めて妻を呼んでみる。しかし、すぐそばにいるはずの妻からは返事がなく、じっと耳を澄ませても何も聞こえない。そこで茂みをかき分けて妻を探し始めた矢先に、目に飛び込んできたのは、信じがたい光景だったのだ。タイでの出来事。多分9分の8。なんと大人の太ももよりも太く、7から8メートルもの長さがあるオロチが、妻の体にぐるぐるに巻きついて、ぎゅうぎゅう締め上げているところだったのだ。妻の表情は恐怖と、締め上げられ、全身を骨折させられながら、
徐々に窒息させられていく苦痛のため、この世のものとも思えない様相になっており、助けたいと思っても一人ではどうすることもできないような状態になっていたらしい。そこで慌てて山を降り、村の男数人を集めて再び戻ったものの、すでに妻は頭から飲み込まれ、蛇の口からは膝先の部分が出ているだけの状態にまでなっていた。その口からはみ出た足が、時々ありえないような不気味な痙攣を起こしながら、完全に飲み込まれるのをかろうじて阻止していたらしい。すでに頭から飲み込まれた段階で全身が骨折し、窒息させられていたため、意識はなかったものと思われる。だが、飲み込まれてなお、最後の最後まで生体反応を見せていた。その女性の様子が、助けに来た者の目と心に深く焼き付いたらしい。タイでの出来事、多分9分の9、もしあの時、あの夫婦が訪れていなければ、オロチに飲み込まれていたのは私だったのかもしれない。タイをはじめとする東南アジアには、広く、アミメニシキヘビ、というオロチが生息しており、時々人を締め上げ、稀ではあるが飲み込んでしまうらしいのだ。その後、そのヘビは男たちの手で村まで運ばれ、解体されたらしい。飲み込まれた女性はすぐさま助けられたものの、残念ながら助け出された時にはすでに手の施しようがない状態で、その後、息を引き取ったとのことだった。東南アジアでは決して一人で山道に入ってはいけないのだ。ネットで見つけた怖い話。第1909話。談笑。外国じゃないけど2年前くらいに空港でドッペルゲンガーが出た時ならあるな。見たのは友人だが俺がトイレ行って帰ってきたら友人に、さっき話してた人たち誰？と言われて異変に気づいた。友人の話によると俺がトイレに行ってる間に別の場所で見知らぬ人たちと俺が談笑してたらしい。その時俺は、うんこを我慢していたので談笑する余裕なんてあるはずもなく済ました後は一直線に帰ってきたっていうのに友人は見たと言い張る。他人の空にだろうと思ったが着ていた服もまるっきり一緒だったから間違いないという。極めつけは談笑してた距離が近かったのか声が聞こえそれが確実に俺の声だったということ。談笑相手も日本人で話が終わったら俺も相手もどこかへ行ってしまったらしい。会話の内容は、よくわからなかった。らしい、何がどうわからないのかと聞いても、日本語なのは確かだったけどさっぱり意味がわからなかった。と友人は言い張ったその後別に何かあったわけじゃないけど今でも不気味に思う。友人はそんな唐突に変な冗談言うような性格でもないし体も健康だし本当に何だったんだろう。ネットで見つけた怖い話。第1910話、おまじない。1、個人的にシャレにならなかった体験。幼稚園から小学校2年まで同じだった A。彼女は甘やかされて育ってきたせいか、わがままで乱暴な子だった。みんな A を避けていたけれど、A が中国人と日本人のハーフというのもあり、先生が、仲良くしなきゃダメ、と一緒に遊ばせようとしてきたり、ハーフ云々じゃなくて、性格が問題なんですけどね。そんな A と小学校2年、同じクラスだった時の話。当時、私は、髪をポニーテールにし、髪を束ねたゴムの上に小さい飾りをつけていた。中でも赤地に白い花模様のリボンがお気に入りでした。ある日、そのリボンを結んで登校した日、休み時間に A にリボンを持ってかれた。返して、通って行ったら A は校庭の池の中にそのリボンを投げ入れました。池に着いた時はリボンは沈んだのか見当たらず、慌てて上履きと靴下を脱いで沼に入ろうとしました。が、通りかかった先生に止められました。池はもやみず草がたくさん生えてて足を滑らすと危険だし、と、まあ正論なので、近くにあった虫取り網ですくってみましたが、もが引っかかるばかり。放課後にも先生や友達と、もう一度探しましたが結局見つからず。
見つけてももうつけられないだろうし、と結局諦めて帰りました。2。その次の日から私は、A を無視して口を聞かないでいました。当時の私は、本気で怒っていると態度で示したつもりだったけれど、A は伝わるどころか、逆に苛立ったようでした。無視しだして数日後、A に話しかけられてやはり無視を決めて席を立ったとき、無視しないでよ。ともみ合いになり、解放されたときに髪が一つ髪抜かれました。腹立たしいやら痛いやらで泣いてしまい、教室もちょっと騒ぎになっていたのは覚えてます。私の両親もぶち切れて A の家に抗議しに行きましたが、A はふてくされた顔で謝りもせずに黙ってました。今でもそこがちょっと薄いです ORZ さて、当時学校では怖い話やらおまじないやらが女子の間で流行していました。その中で、緑の紙に赤いペンで願い事を書いて、夕方に校舎裏の木の根元に埋めると願い事が叶う。という噂が流れていました。ちゃんのお姉さんもやったら本当に可能ってどうのこうのとかも言われてたなぁ。詳細はもう覚えてません。すみません。3、お察しの方もいるかもしれませんが、リボンのことや髪のことで A にムカついていた私は、それを実行しようと思ったんです。今から考えたらネクラで陰湿な子供ですが、気が弱い私にとって最大限の仕返しでした。家で緑の折り紙に、A の髪がなくなりますようにと書いてそれを放課後に校舎裏に埋めました。確か、誰かに見られたらダメ、とも言われていたので、こっそり人目を避けていたような。翌日から A の頭皮をチェックしていましたが薄くなっているように見えず、やっぱり嘘か、とがっかりしていた。しかし、3日後の夜、寝ていたら夜の2時半にふと目が覚めました。普段そんな時刻に起きるわけがなく、時間が時間なのでガクブルしていたらふとなんかいるような気配がしました。目には何も見えないのですが、何か、がこちらをじっと見下ろしているような。想像した途端怖くなって布団をかぶって震えているうちに朝になりました。4。それから1ヶ月経ったある日、A が入院することになりました。あの A が、とみんなで驚いていたら数日後、A の病状について先生から説明を受けました。白血病という病気になったということ、お見舞いに行ったら、治療のための薬剤で髪の毛が抜け落ちてしまっているということ。先生は、だからお見舞いに行った時にそのことは言わないであげて、RI、とか言ってましたが、私は、ただあのおまじないのせいでないよう願っていました。その日、家に帰宅すると机の引き出しの中に何やら汚れた髪のようなものが、校舎裏に埋めてきたあの緑の髪でした。その引き出しは鍵がかかるタイプで、鍵も筆箱に入れていたので家族が開けられると思えない。それにその机のある部屋は姉と共同で使っていたので、友達を入れてはいないし、5。結局 A はそのまま夏休みまで退院せず、そのまま他の場所へ転校していってしまい、音信不通のままです。ちなみに髪は家の庭でこっそり燃やしました。私は、その後何もありませんが、A はどうしているやら。あ、でも今考えたらそれ以来霊感が皆無だったのが少しある程度になったかも。仏壇の前で亡くなった祖父や祖母を見かけるようになりましたので、一体なぜあの髪が戻ってきたのか、夜に部屋にいたのは何だったのか。何もわからないままです。オチも何もなくてすみません。個人的にシャレにならない話でした。ネットで見つけた怖い話。第1911話。B さん。B さん。昨日車に乗ろうとしたら、車の後部座席のところに、びっちゃびちゃに濡れた B さんが脱ぎ捨ててあった。その B さんはもちろん俺のじゃないし、ここ一週間友達を車に乗せたりしてない。気味が悪くて昨日から触らずそのまま放置しているが、その B さんは今日になってもなおびしょ濡れのまま。サイズからして女性もののようです。ちなみに自宅から歩いて20分くらいのところに川があります。なんかその川と関係ありそうな気がして怖い。
ネットで見つけた怖い話。第1910には、嫌な感じ。あんまり怖くなかったらごめんなさいね。私は、怖かった話。とある昼下がり、こたつに入りながら昼寝してました。こたつが暑かったので電源オブ F。寝ぼけつつ、それから、うとうとしてたら突然とっても、嫌な感じ。が私を襲いました。恐怖を打破するために声を出そうとしても、上手に声が出ない。かすれ声がわずかに出るだけ。胸のあたりか、足か忘れたけどゾワゾワってして恐怖が走りました。怖くて、胸の前に手を組んで一生懸命お祈り。助けてって思うだけ。でも、なぜか自分の手で首を絞めようとしていました。自分の意志で、恐怖感は全くない。ここからが怖かった。目をつぶりながらも、誰かが、入ってくる感じがしました。はじめは、お兄ちゃん、って思ったけど、一人暮らしだしお兄ちゃんであるわけがない。じゃあ誰？ギシギシって歩く音が聞こえるの。あっちから、こっちへ。二回くらい往復してたかな？心の中で、やばいなぁ、誰か入ってきちゃった。鍵は閉めたのに。泥棒かな？殺されるか、犯されるかだ。どうしよう。目は、開けれるのに怖くて閉じたまま。怖くてしょうがなかった。でも、なんとかしなければ。なぜだかわからないけど、とりあえず、って言いながら寝返り打ってみた。すると、窓の方にいたであろう。誰か、の気配がなくなりました。恐る恐る目を開けて周りを見たけど、誰もいない。ドアも、窓もきちんと鍵がかかったまま。何だったのかな？金縛りにあって、声が出ないこともアパートに引っ越してからは、たまにあるんです。似たような、恐怖体験。してる時には決まって声が出ない。声みたいに、口をパクパクさせてるだけ。当時は線路すぐ横のアパートに住んでいました。でも、今回は霊的な恐怖でなく、生身の人間の恐怖を強く感じた。あんな思いは二度とごめんです。キャンプ。その後、書き忘れていました。翌日不動産屋から電話があったのだが、業者に見てもらったところ、配管には何の問題もなかったらしい。一応何かが落入してきたのは事実なので、他の部屋や地下の配管も、調べたが結局何もなく、しばらく様子を見るということになったとか、その後排水管の落入とかは起きていない。お払いが効果あったのだと思いたい。ちなみに、掃除業者が入って俺の部屋のユニットバスをきれいに掃除してくれた、のだが、しばらく臭いが取れず、臭いが消えるまで俺は、不動産屋の用意してくれた、ホテルで10日ほど暮らすことになった。何か少し得した気分だった。ネットで見つけた怖い話。第1913話、指輪。スレ208の、スレ208で、井戸の底のミニハウスと女友達 B に住み着いてるものの、話を書いたものです。まとめサイトに載せてもらったようなので、説明を省きます。実は学生時代の話はもう一つあり、それについて最近分かったことがあって、話がまとまったんで、投下させてください。こっちは井戸の一件同様、俺の直接体験が入ってきます。B の学生時代の元カレイの話は前に書いた。E は俺らの遊び仲間じゃなかったんで、井戸の一件には絡んでない。B とは卒業直前あたりで就職のことで行き違って別れたと聞いてる。ひょっとしたら今も、B を出入りしてるものの存在は知らないかもしれない。学生時代、E からもらった指輪を B が仲間内で披露してたことがあった。金銀組み合わせの指輪で、仲間内の女子の弦では結構いいものらしかったが、A がすごい微妙な様子だった。井戸の一件の後だったので、俺は、後でこそっと、あの指輪なんかある？と、A に聞きました。うん、まずいかも。でも、どうしよう。俺くん、
お祓いできる人とか。知らないよね、俺は、絵の他に、見える人、の本物は一人も知らなかったので、そう言うと、絵は並行した様子で。絵は、自分が見える人だが、経験則で危ないものを避けてきただけで、霊能者などの知り合いはいないらしいです。それに、B も貸してくれないよね。お祓いとかするところに。B 本人連れて行ったら、まず B のあれと揉めるかもしれないし。かといって、指輪が霊的に危ないなどと言ったら、B のことだから。それこそ面白がって肌身離さず持ち歩くのが、俺にも想像できた。ま、B はあれがいるから大丈夫なんじゃん。と俺は、言ったが、A は複雑な顔で。っていうか、ちょっとね、と、いい、それで会話は終わりました。すれ208の、次の日、大学内で映画事故って怪我した。捨ててあった何かのガラスでさっくり切ったとかで大学の保健管理センターへ。運ばれた A は、その時一緒にいた同じ科のやつに、自分の荷物は最寄りの講義室に、置いといてくれ、後で取りに行くから、と言ったらしい。で、事故の後にそいつと俺が出くわして話した。財布とか貴重品はさすがに放置じゃまずくないか?ということになり、俺が預かっといてやるってことにした。講義室に行くと、誰もいなくて A のカバンがポンと椅子の上に置いてあった。見覚えはあったが、他のやつのだったらまずいし、失礼して中を開けて、何か指名のわかるものを確認しようとした。そしたら、財布の入ったポケットの中に、一緒に、小さなビニール袋に入った指輪が見えた。前日、B が皆に見せまくってたのとそっくりのが、え、なんで?これ B の指輪か?どうして A が?と思ったが、単に同じもの買ったのかもしれないし、まあひょっとしたら、A が思い切って、無断拝借してお払いに持ち込むつもりだったのかもしれないとも考え、とにかく財布の中の免許証を確認して、カバンを持って、部屋を出ようとしたら、後ろから、にゃあ、って声がした。振り向いたら、窓枠のとこに灰色っぽい猫がいた。にゃあ、でもう一度泣いた猫がひょいっと窓から外へ降りてから少しして、気がついた、すれ208の。さっきいなかったよな?猫、それでここ、4階だよな?外に木の枝とかあったっけ?慌ててカバンを置いて窓に駆け寄ってみると、窓の外には何もない。木の枝が張り出してもいないし、建物の外側のどこにも猫はいないし。もちろん落ちて死んでたりもしない。4階くらいなら飛び降りて逃げられるもんなのか?と思いつつ戻って A のカバンを手に持って、仰天した。絶対さっきまでなかった派手な刺し傷がカバンについてた。ダメ押しにもう一度、足元で、にゃあ。って声がするに至って、ようやく俺は、A がしきりに気にしてた霊の指輪が俺の持ってるカバンの中にあるんだ、という事実に気がついた。ゾク、と背筋が寒くなったところへ、また、にゃあ。さらにガリって音が続いた。見下ろすと、俺の靴紐が結び目のとこで何箇所か裂けてた。もちろん猫はいない。にゃあ、にゃあ、にゃあ。かなりの至近距離に聞こえるその声は、なんだかだんだんと嫌な感じになってきてた。冷や汗をかき始めた俺の周りをうろうろしてた鳴き声に、ぼそっと暗い感じの、人間の声が重なった。なんか、死んじゃえ、死ねばいいのに、エコーをかけたような変な声だった。硬直した俺は、とっさに大急ぎで携帯電話を出して、速攻で電話をかけた。プルル、プルル、と呼び出し音が鳴る間も、足元で見えない猫が泣いてた。靴やカバンがカリカリ音を立てて、ちらっと見下ろすと床にもなんだか、傷が増えてきてるような気がした。ガリッと衝撃があって足首に痛みが走ったのと同時くらいに、電話が繋がった。わーい、もしもし ?B か。あのさ、俺だけど、A のこと聞いた?ありがたいことに、B は学内にいた。急いで A の怪我の件を説明し、
荷物を預かってくれと頼むと、B は快諾した。電話を切った俺は、A のカバンを持ってダッシュして B と待ち合わせた場所へ向かった。エンドレスに足元から聞こえる猫の鳴き声に混ざって、ボソ、ボソ、と。死んじゃえ。とか、死ねばいい。とかつぶやく女の声がし続けた。スレ208の、建物を出たあたりで、シュッと足の間を通り抜けるような感触がして、足がもつれて思いっきりこけて、止めてあった自転車に突っ込んだ。うわぁ俺くん。大丈夫？待ち合わせしてた自販機のところから、大声で言いながら B が駆け寄ってきた。俺くん、って。それに足も血が出てんじゃん。B が騒ぎながら俺に手を貸してくれ、荷物を持ってくれて、気がついたら。猫の声も変な女の声もしなくなってた。ただ、後で確認したら、やっぱり足の傷は自転車の金具で切ったんじゃなく、爪で引っかかれた傷でした。A の怪我もそれほどひどくはなく、A カバンの中にあった指輪は、A が B から、借りたものでした。同じようなのがどうしても欲しいから、お店で見せて、こういうのが欲しい、というのに見本にしたい、と言って借りたそうで。ただ、俺がカバンを B に預けた話をすると、A は、あ、そう、と言ったきりで、猫と女の声についても何も説明してくれなかった。スレ208の、今になって俺がこの話を思い出したのは、最近 A が B 宅を訪問した時の、件があったからでした。B の部屋の話、白い衣装と神社の一件の話を聞き、B の中にいるものは、B を守るだけで、悪霊退治をするわけではない。周囲の人がとばっちりを受けてもたたられても、B が無事なら何もしてくれない。ということを知って急に気になったのが、この一件だった。俺は、この後、B と指輪の話をしたことがある。B はその時、A から返却されたその指輪をはめてた。A が同じようなの欲しがってたけど、見つからなかったんだよね。あれ？E が親戚の子に選んで買ってきてもらったんだって。で、E に指輪を選んでくれた、その女の子が、E の在学中に亡くなってるんだ。E が葬儀に出たと言っていたのは、確か、この一件の少し後だった。当時は、俺が女の声を聞いた時には生きてたわけだから無関係だと思ってた。あの一件は、B の手元に指輪が戻って B には何も起こらなかったことで、片付いたつもりでいた。でも、今考えてみるとどうしても気になって、先日、改めて A に聞いてみた。A はものすごく迷ってたが、やっぱり黙ってるのがしんどかったようで、しつこく聞いたら最後には話してくれた。黒だった。その親戚の子、E が好きだったんだと思うよ。どこで呪いの方法を見つけたのか知らないけど、実際に猫を殺して本格的に呪いかけるくらい、B が増加ったんじゃないかな。俺が聞いたのは、やっぱりその子の声らしかった。E から指輪をもらう女に対して、死んじゃえ、とつぶやいて猫を殺した時の声なんだろう、と俺は、思った。スレ208の。そして A が心配してたのは、B が呪われることじゃなかった。B の中にいるものの性質をかなり正確に把握してた A は、動物を殺して形を整えて、行われた呪いの、帰り、お気にしてたんだった。私も俺くんも大怪我じゃなかったでしょ？呪い自体には、人を殺すような力は、なかったんだと思う。だけど、B にはあれがいたから、B をターゲットにまっすぐ飛ばされたものを、あれがまっすぐ打ち返した時に、加速がついちゃった、だと、思う。A は、それ以外は何も言わなかった。多分、当時の A は、指輪をどこか霊能者のところへ持ち込んで、呪いを外してもらおうと考えてたんだと思う。正直、A と話してから、少し気持ちの整理がつかなくて、混乱してる。俺が B を呼んで A のカバンを渡さなかったら、E の親戚の子は死ななかったんだろうか。B に A のカバンを預けたと言ったとき、A が取り戻そうとしなかったのは、もう間に合わないと思ったのか、
怪我して怖くなったのか、俺は、わからない。いずれにせよ、もう何年も前の話だ。B は何も悪くないんだろう。普通に彼氏からもらった指輪を喜んでただけで。少し大雑把だけどいい子で、同じものを探すのに貸してと言った A に、心よく指輪を貸し出してくれるようなやつだったわけで。でも、俺が悪いんだとも思いたくない。A も俺も巻き込まれただけじゃないか、って気持ちが消えない。同時に、猫を殺して呪いをかけた女の子は確かにゾッとするけど、相手が B でなかったら、死人は出なかった話だったんだと思わずにいられない。A が複雑な顔で、何もできないんだよね。って繰り返す気持ちが初めてまともに、わかった気がした。吐き出させてもらってすまない。以上です。関連話救うもの呪いの部屋原発並みん。今日のオカルトスレ。子供の頃に怖かったもの。子供の頃怖かったもの1位は ?1 位日本人用 210PT。2位能面 120PT。3 位人体模型 103PT。4 位トイレ 98PT。5 位マネキン 64PT。6 位夜の電柱 61PT。7 位ピエロ 57PT。8 位井戸 55PT。8 位仏壇 55PT。10位押し入れの中 49PT。リンク。リンク。カーテンの隙間。震える下の看板。夕方や夜の道で大型車とすれ違うの怖かった。音が怖い。風力発電なんかの巨大プロペラ。タンスの木目。死ぬこと。シュガーカット。俺もそうだった、わら。母ちゃんだろ。ドロロネンマくんの ED。あれは今でもちょっと怖い、わら。特に人形な。こっくりさん。ドナルド。夜、大人になって怖くなったのは昆虫だな。泊まりに行ったら寝ることになる親戚の和室。先祖の写真と仏壇があってなぜか部屋の照明の保安ともしびが緑だった。エクソシスト。全員集合でトイレの中から手が出てくるやつ。人。天井の木目。親戚の家の床の間の端には、カルピスのラベルの人。世にも奇妙のメインテーマ。君はブレイクの笑うセールスマン。昔の政府広報とか AC の CM。リンク。大高博士を襲った本物の亡霊。やべえ、懐かしい。30年ぐらい前に友達の家で本見てビビったよ。知ってる人がいるとは W。先日、それを言ったらここの住人が探してきてくれて送ってくれたよ。怖いけど保存しちゃった。湖、火山湖、とかガス惑星、木星とか妖星みたいなの、とか神秘的なが、見るとすげえ不安になる。今でもダメだわ。これ、土曜ワイド劇場のオープニング。リンク。これは怖いわ W。加藤健のスイカ人間。ノストラダムス。妖怪人間ベム。塩沢時。救急車。サイレンが聞こえるたびにお前を迎えに来たぞと。実刑に脅されて泣いてた思い出。幽霊。雷。雲。横浜タイヤの顔。タイガーマスクのエンディング。リンク。アニメだとガンバの冒険 ED が怖いぞ。口裂け女。周囲からの期待と家柄の重圧。ひな人形の顔。今は平気だが夜中にはやっぱり見たくない。マクドの変なキャラ。バタリアン。これのせいでトイレ行けず膀胱炎になった。イオナ、私は、美しい。あなたの知らない世界。ガンバのイタチってか呪い。通常のイタチの3倍。
90から120センチメートル。人間でも怖えよ、W。デーモン小暮。コナンの黒い人。暗闇。今は暗い方が落ち着く。ノエビアの CM の女。スイカの種。誤って飲み込んだらへそからツルが伸びてくる幻想。先割れスプーンで種は全部取ったわ。ゼブラボールペンの CM の目。渦救命丸の CM の影。工事現場で大きな音を立てている杭打ち機。バミューダトライアングル。恐れ山。青木原の樹海。バミューダはドラえもんで知った。裏表のある人間。放送終了後のカラーバー。一票。ヤゴゲルゲ。優勝 W。 俺は、腕ゲルゲも何気に怖かった。パルナスの CM。オメガ。トンネル内の送風ファン。俺もこれだわ。夜の電柱って前世で電柱にやられたのかしら。熱出た時によく自分の手や体の一部がすごく大きくなったように感じて気持ち悪かった。あの感覚は今でも覚えてる。転換の症状でそういうのなかったっけ。あとアリス症候群。とかいう転換の類似症状でもそういうのあるよね。天井に吊り下げてあるハエ取り紙。牛を飼っている友達の家には、これがいっぱいぶら下がっていて、本当にハエがくっついてるし怖かった。ローカルかもしれないけどバリゾーゴンって映画のポスター、小学校の周りの至るところに貼られてて怖かった。踏切渡るのが怖かった。渡ってる最中にいつ遮断機が鳴るかがくぶるしてた。プレステ1の起動画面。そしてカプコンのゲームのイントロ。この流れホラーにしたバイオハザードって PS を代表する名作なんだと心底思うわ。資料のわらわたのポスターは子供には強烈すぎた。やっぱり出てた W。 もう40だが今でもビデオやなんかで見たら眠れなくなる自信がある。うたた寝して怖い夢見た時に限って。起きた時に妖怪人間ベム再放送の OP の記者のところ。エレファントマン。時々カーチアンが見た目も声も同じ別人とすり替わってる気がする感覚。首だけのマネキンと小屋にあったやつ。それが周辺が薄暗い雑木林の道のカーブを曲がった先に、棒に刺さってさらし首状態で。置いてあった。確か板橋あたり。うちの近所の床屋、あの首マネキン。頭部をくり抜いて植木鉢にしてる W。シュールだわ。夜見ると特に。グレムリン。ドラえもん。のび太の日本誕生のどっかのシーン。スタンドバイミーのゲロ吐くシーン。チャイルドプレイのチャッキー。丸焼き家になって体バラバラになっても向かってくるところが特に。後ろ。上手。今でも海怖い。ガキの頃はあれのせいで風呂の湯船でさえ怖かった。昔話の牛鬼淵だな。ノコギリ見るたび思い出す。あれはトラウマになる W。塩野義の CM。夜が怖かった。毎晩毎晩恐ろしい夢を見るから、とにかく寝るのが怖かった。モード学園の CM。数十年のちに同じスレを立てたら、緊急地震速報の音で埋まりそうだな。線路沿いとか高架下くぐってて電車来たら恐怖だった。今でも怖いけど、わら。ツタンカーメン。なんかちょうどファラオの呪いとかテレビでやってて。それ見てから寝てる時に思い出しちゃうと決まって金縛りにあってた。今別に平気だけど。当時はなるべく思い出さないようにしてたな。勇気一つを共にして。メトロポリタンミュージアム。これだわ。俺の友人は鬼太郎のエンディングが怖くて見れなかったそうな。俺もそうだった。俺も、神の妖怪みたいな絵と、枕返しがすごい怖かった。グリコ森永事件の狐目の男の似顔絵。
紫鏡。ただ、鬼太郎の ED、最後のシャウトが怖かったけど最近になって鬼畜蔵の歌のうまさに感動したな。NHK 教育の人形劇、牛宝とヤマンバ、のヤマンバ。今見ても怖い。これ怖え、わら。ボットン便所。犬だな。昔はクソデカイのライヌがたくさんいて、10匹近くの群れで行動してる奴らに襲われて殺されかけた。足にまだ噛まれた傷跡が残っている。父ちゃんと一緒に作ったウサギ小屋でウサギを飼ってたんだけど、ある朝小屋が半壊あたり一面血だらけで、引きずられた跡があったから、多分野犬に持っていかれたんだろうな。それ以来動物が飼えない。おたまじゃくしのお腹の渦巻き。これだね。あなたの知らない世界。木曜スペシャルの UFO 特集。あと結構これは多いだろ、わら。クリネックスのそれは反則だろマジで。あのフレーズは未だに思い出すだけで背筋が凍るわ。この子供が死んだとか、CM に流れてる歌がヤバいとか呪われるとかいろんな噂が広がってテレビ番組で検証までしてたよな。結局この子供は死んでないし歌もすげえ爽やかな歌詞だった。リュウネの似顔絵はマジで怖かった。スイーホーム。タイマップ二つになったりおっさんがドロドロに溶けて骨になるシーンは幼稚園児にはきつかった。マジ怖かった。フル立ちの体が半分になったり、斧が顔に落ちてきたり。霊感山間第六感の OB。霊の幽霊はあかん。怖いもの慣れた自分でも怖いと思うから、幽霊嫌いは絶対やるな。トラウマになるぞ。ルパン三世の魔王。ずっと頭から離れなかった。ロバのパン屋。しまっちゃうおじさん。ガンバの ED テーマ。のっぽさん。わかる。ヌーベイ。森田童子。今でも怖い。キャンディキャンディと。銀河鉄道999が怖くて見れなかった。そういえば恐竜人間の写真が怖かったな。と思ってググったら、今でも怖かった、わら。この写真が載ってるページホッチキスで寝て見れなくしてたわ。オメガ、なんで日本石油のマークがないの？コウモリマークな。怖えなマジで。死神博士。かぶり物も何もないのに一番怖かった。人間とは思えなかった。パンを踏んだ娘って歌も怖かった。日曜日の朝にやってた旅番組の主題歌。遠くへ行きたいって歌だったと思う。知らない街を歩いてみたい。どこか遠くへよう行きたい。飛行機だな。裸足の弦のアニメみたいなのを学校で見て、飛行機が飛んでいたら、原爆落とされるかもしれないという恐怖。断片的にしか覚えていないけど、原爆投下シーンは子供には強烈だった。そういや火の用心が怖かった。意味わからんと思うけど。親父による寝ない子は火の用心に連れ去られるって脅されてたから冬場の夜はほんと怖かったわ。しかも中学の時に自治体の火の用心やりませんか？の回覧板回ってくるまで信じてた。結局自分がその時火の用心をやって克服したわ。グレイ型宇宙人とセル第一形態。とにかく大きなものが怖かったな今でも少し怖いが。リンク。スーファミのソフト入れてスイッチつけたら稀に出る警告画面。今でも怖い。山本リンダ。県民の焼きビーフン。死後裁きに合う。の看板。脳が溶ける奇病。福田和子の手配写真。ネバーエンディングストーリーのファルコン。昭和41年生まれだが。もちもちの木。という本が怖かった。
寝ない子誰だ。とか、キューピーが踊ってるやつ。マリオユーサの追いかけてくる仮面。布団から足出して寝るとお化けに足首つかまれそうで怖かった。というか今も怖い。脳面だな。般若とかの鬼面は全然怖くないけど、真っ白い顔に細い目の女面は、今でも怖い。テレビターズは絶対子供怖がるよな。エゲレス人のセンスはわからん。バードマン。マグマ大使のゴアが怖かった。習字の先生がゴアそっくりのババアでそれも怖かった。バラバラになったミートくん。帰ってきたウルトラマン。の雪女の会で、ウルトラマンが首と獅子バラバラにされるシーン。やっぱり子供の頃って獅子切断系は恐怖なんだなぁ。ステーキ宮の看板、今も怖い。死亡って文字。あと日光記事この時読売新聞に出てた死んだ女の子の写真台割りの似顔絵。名前覚えちゃってるだけに。あとキッチンマザー。数年は一人になるのが怖かったな。毎日飲まされて。おしまい。